高田市病チャンネル。皆さんおはようございます。高田市病の渡辺と申します。今回は弊社の早稲田玉ねぎ品種の泉州の茜を紹介したいと思います。この品種の特徴としましては、従来の赤玉ねぎ品種に比べて球形が高高で非常にまとまり、また球重は300から 350g と非常によく揃い、市場性が非常に高い品種となっております。外皮は非常に鮮やかな赤紫色をしており、収穫後1ヶ月程度で内部まで綺麗な赤色が入ります。栽培につきましては、果樹期が9月の20日前後、定植期が11月の15日から20日、収穫期が5月の中旬頃となっております。マルチなしの栽培を推奨しており、3月上旬頃を留め肥としまして、追肥を2から3回に分けて適宜行ってください。他栽培上の注意点としましては、極端な早まきや多肥、遅めの追肥を避けることで分球や中退のリスクを下げることができます。育種農場で行っております品種試験での泉州の茜をお見せしたいと思います。弊社の農場では、今年は果樹日が9月の20日、定植日が11月の15日、本日は5月の12日となります。現在、東北もすでにしており、今年は3月頃から暖かかったのもあり、例年に比べて少し東北が早くなっております。このように20球程度玉を引いてみたところ、高高な球形で大きさも非常によく揃っていると思います。また内部の色に関しましては、先ほどご説明させていただきました通り、中まで色が赤くなるんですが、現在ではこのような色です。ただ1ヶ月程度置いてもらうと、中まで綺麗に赤色が入ります。またこの泉州の茜は水分が多く、非常に歯切れも良いので、サラダ玉ねぎとしてお楽しみいただくことができます。この食味よく、歯切れよく、サラダ玉ねぎとして最適な泉州の茜をぜひともお試しください。ありがとうございました。